今回はパソコンの使い方とか図書館への行き方みたいに何々の仕方っていう時の英語を見ていくよ。みんなが中2で習った to プラス動詞、この形を応用することで何々の仕方っていうことができるよ。じゃあまずこのイラスト見てみて。家のパソコンを使いたいんだけど操作方法がよくわからないんだ。お母さんに聞いてみよう。これどうやって使うかわかる？これどうやって使うかわかる？今回はこれを英語で言えるようになろう。あなたはこれをどうやって使うかわかりますか？英語では Do you know how to use this? って聞くよ。 Do you know how to use this? 今回のポイントは How to use この塊 How to use この英文初めから見ると Do you know? これはあなたわかりますかってことだよね。あなたわかりますか。次、How to use。 まずこの How、 これは疑問詞でどうとかどうやってって聞くときに使う言葉だよね。で、今までこの How、 疑問詞は文の頭で使う、そのパターンをずっと見てきたんだけど、実はこうして文の中で使うこともできるのね。で、ここではどうやってって意味になってるよ。続きの To use、 これは To プラス動詞の形だね。Use は使う。このように疑問詞の How と To プラス動詞、これが合体した形が How to use なのね。で、これどういう意味になるかっていうと、 How to で How to 何々でどうやって何々するかっていう意味になるわけ。じゃあ How to use で例えば言った場合は Use、 これ使うって意味だから How to use、 どうやって使うかって意味になるんだよ。How to use、 この塊でどうやって使うかって言えるわけ。で、どうやって使うかっていうのは、つまり別の言い方すると使い方ってことね。Do you know how to use? わかりますか？どうやって使うか。つまり、使い方わかりますか？っていう文ができるわけ。で、この文では、how to use、use という動詞が使われてるんだけど、この動詞を別の動詞に変えれば、いろんなことについて、何々の仕方っていうことができるんだよ。例えば、この例文見てみて。じゃあ、まずフレーズから見ようか。how to。How to の後に例えば動詞 make を続けて curry って言った場合、 How to make curry、 これはどういう意味になるかな。 How to の後に動詞 make が来てるでしょ。 make は作るだから How to make というとどうやって作るか、カレーを作り方、カレーのっていう塊になるよ。カレーの作り方。別の動詞見てみようか。 How to get to the library。 How to 動詞の部分を探してみて。ここだね。How to の後に例えば get っていう動詞を続けたら、 get はここでは行くって意味。どうやって行くか、図書館まで。どうやって行くかっていうのはつまり行き方ってことね。行き方、図書館までのね。 How の後に to 動詞を続けることでどうやって何々するか、何々の仕方っていうことが言えるわけ。じゃあこれ一つ完全な文で見てみようか。例えば、Do you know
How to get there? こんな文があったらどういう意味になるかな? How to 動詞の形探してみて。ここだね。あなたわかりますか?どうやって行くかそこまで。そこへの行き方わかりますか?っていう文だね。How to 動詞でどうやって何々するか。何々の仕方。OK だね。じゃあここにポイントをまとめるよ。How という疑問詞の後に to動詞で、ちなみにこの動詞は必ず原形だよね。元の形。疑問詞 how の後に to 動詞を続けると どうやって何々するか、別の言い方すると何々の仕方っていうことが言えると。 OK だね。で、ここまでね、疑問詞 how のパターンを見てきたんだけど、疑問詞って他にも what とか where とかいろいろあるよね。実は疑問詞とto 動詞を組み合わせるパターン、他の what、where でも使えるんだよ。じゃあ how 以外の疑問詞のパターンを次に見てみよう。how 以外の疑問詞。例えばこの例文を見てみて。 I don't know what to do って言った場合、 I don't know what to do、 疑問詞の後に to 動詞があるんだけど、その形をまず探してみて。私分かりません。ここだね。What to do? 疑問詞 what? What は何?意味だよね。What to do? って言うと、何をしたらよいかって意味になるよ。Do はする意味だよね。What to do?っていう塊で使うと、何をしたらよいかっていう意味になるわけ。私は分かりません。何をしたらよいか、ね、What を使うパターン。別の疑問詞を見てみよう。 Do you know? あなた分かりますか。例えば WhereTo buy tickets って言った場合、これはどういう意味になると思う？疑問詞プラス to 動詞が見えるね。ここ where はどこって意味だよね。どこでto buy、 buy は買う。 where to buy っていうと、どこで買うかっていう意味の塊になるよ。あなた分かりますか？どこで買うか、チケットを。チケットどこで買うか分かるっていう文になるんだ。疑問詞プラス to 動詞で、このようにね、 how 以外にも what とか where、 他にも when とかもあるよね。いつ、例えば When to buy って言ったら、いつ買ったらいいかみたいな意味になるよ、ね、疑問詞と to 動詞を合体させる。そうすることで、どうやって何々するかとか、何をしたらいいか、
こういったことが言えるわけ。What と where 以外のパターンをここでまとめると、When、これいつだよね。When の後に to を続けると、いつ何々したらよいかとか、いつ何々するかといった日本語になるよ。他にも例えば、Which、これどちらって意味だね。Which の後に to 動詞を続けると、どちらを何々したらよいかっていう意味になるんだ。OK かな。よし、じゃあ疑問詞と to プラス動詞、これを合体させる練習を次の練習問題で一緒に解いてみよう。はい、それでは疑問詞の後に to プラス動詞を合体させるパターン練習してみよう。日本語に合う文になるように下線に適切な語を入れましょう。1番、私はケーキの作り方を知っています。I know 下線 make cake。 ポイントはケーキの作り方って言ってるね。何々の仕方の表現だよ。英語を見ると I know 私は知ってます。作り方って言いたいんだけど、何々の仕方っていうのは How to で表すよね。 How to make でどうやって作るか、つまり作り方っていうことが表せるんだね。はい、2番ね。私はその店への行き方が分かりません。 I don't know下線 to the store。 ポイントは今回もやっぱり行き方、何々の仕方って言ってるね。 I don't know 私は分かりません。何がかっていうと店の行き方、何々の仕方って言いたいから How to で、この後動詞行くっていうのはこの場合は get っていう動詞を使ったね。How to get、 これで行き方っていう意味になるよ。分かりません、行き方がその店へのってことね。じゃあ次、はい、3番ね。私は何を言えばよいか分からなかった。 I didn't know 下線英文見ると I didn't know 私分からなかったって言ってるね。何が分からなかったの？何を言えばよいかだね。何をって言いたいから疑問詞は何に使う？ What だね。で、What to 動詞になるんだけど、 You っていうのは動詞 Say だから What toSay、 このように組み合わせると何を言ったらよいのかっていう意味になるよ。 OK ね。 What to 動詞のパターンね。じゃあ4番、私はどこに行けばよいかわからなかった。 I didn't know 下線I didn't know 私は分からなかったって言ってるんだけど、何が分からなかったの？どこに行けばよいかだよね。どこに行けばよいか分からなかった。どこにって言ってるから疑問詞はどうなる？ Where だね。で、 Where to 動詞なんだけど、ここではどこに行けばよいかだから行くっていうのは go。 Where to go、 この塊でどこに行ったらよいかっていう意味になるよ。分からなかった、どこに行ったらよいか、ね、そういった文だね。どうかな。疑問詞の後に to プラス動詞を合体させて、こうやって何をしたらよいかとか、どこに行ったらよいか
こういったことが言えるんだよ。どうやって何々したらよいか、つまり何々の仕方っていうときは疑問詞 how を使って how to 動詞、この形を使おう。疑問詞は how 以外も what to 動詞とか where to 動詞みたいに応用することもできるよ。これが今回のポイントね。